ちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今回の動画ではうつ病者のためのストレス解消に効くおすすめ趣味の第2位と第1位についてお話しします。第2位カラオケ。とにかくすっきりします。最近は一人カラオケも認知されてきたので、気兼ねなく一人でカラオケに行くことができます。大声を出すことでストレス解消につながるだけでなく、10曲歌うと1キロ走るくらいの運動量になるそうで、運動不足の解消にもつながるかもしれません。ちなみに私はサラリーマン時代、ストレスがたまると一人でカラオケに行って叫んでいました。今でもたまにカラオケに行って数曲歌った後、ブログやメルマガの記事を書いていたりもします。第1位登山。俗世間から離れて山道をひたすら歩く。すごく癒されます。ただ登る山によっては体力的にも相当きつく、危険も伴うこと、靴などの登山用品は高い、山までの移動に出費がかかるということも理解しておきましょう。それでも登山はおすすめですよ。登山は妻の趣味で、私もそれに付き合っていくつかの山に登ったりしました。特に富士山は1回目が高山病で断念、2回目は夜に天候が荒れて2メートル先も見えない状態になってしまって断念、3回目でようやく山頂にたどり着いた時には感動しました。寒かったのですが、山頂で飲んだコーラの美味しさが忘れられません。以上がうつ病者におすすめするストレス解消となる趣味ベスト5でした。もちろん趣味なので正直何でもいいです。自分にとって時間を忘れるほど没頭できる、ストレス発散となることがあれば、うつ病対策にもってこいです。ただ、趣味などこれまで楽しめていたものが楽しめなくなるというのもうつ病の症状の一つです。無理して楽しむ必要はありません。できることをできるときに、自然に楽しいことが見つかればいいですね。